皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、またジャンク品の購入紹介なんですけども、ハードオフじゃなくて、以前、紹介しましたVHD プレイヤーとか、パナソニックのラジカセとかを買ってきた、リサイクルショップで、買ってきたものなんですけれども、それがこちらです。ちょっと見えてないかな。いいよ。はい、こちら、ナショナルのステレオサウンドセンター S-70N というオーディオになります。こちらはですね、まずこの上、ガラスの天板になってるんですけど、これが蓋が開きます。でこちら、はい、ターンテーブルですね。レコードプレイヤーになってまして、こちらにカセットデッキで、まあ、こちらに、まあ、ラジオの操作部がありますけれども、ラジオという 3-in-1 のオーディオですね。でこの、まあ、ステレオサウンドセンターというシリーズで、まあ、いくつかこうシリーズが出てるようなんですけれども、まあ、資料が特にねネット上で少なくてですね、散々探したんですけど、まあ、国内でちょっと見つけられなかったんですけど、まあ、海外ではこう、その同じモデルの海外モデルっていうのが情報がいくつかあったんですけど、この S-70N については本当に1枚の画像くらい、そのこの、個体のそのいわゆるあれですよね、サービスマニュアル、その修理するときに使うようなサービスマニュアルだけがこう見つかったんですけど、まあその他にちょっとだけ分かったことは、一応この S-70N のまあ愛称というか、ニックネームがコンポスメタル70という名前があるようです。でシリーズにおいては、まあコンポスメタル40と60と70の、まあ、シリーズがあるみたいなんですけど、まあ、作られた年代としては1981年頃、まあ、この間紹介したあのダイアトンのプレイヤーのちょっと後くらいに作られたもののようですね。出た時期としては、はい。でまあこのサウンド、ステレオサウンドセンターのシリーズもデザインはいろいろあるんですけど、まあ調べててちょっと気になったのは、まあこの個体よりも、なんか S-30N のちょっと、なんかちょっと奇抜なデザインが気になっちゃって、そっちの方がちょっと欲しいなって思ったことだったんですけど、まあ今回はこの S-70N の動作確認の方をやっていきたいと思います。はい、ちなみにこちらなんですけれど、まあ、当初は2000円の値札がついてたんですけれども、まあ、先月くらいですかね、先月の終わりくらいには1000円の値札というか、テープがベタって貼ってあって、1000円というふうになってました。はい、でこの天板のガラスなんですが非常に汚いです。まあ、カビがあったり、なんかよくわかんないゴミがついてたりで、こう粘着質のなんかネバネバしたものがついてたりと、まあ、非常に汚いんで、まあ、ガラスは後で綺麗にしたいと思うんですけれど、その中、このレコードプレイヤーのこのターンテーブルとか、まあ、その辺のこうスイッチ類とかは割と綺麗なんですよね。で針も、まあ、センターの針も折れてないようですし、まあもしかするうまくすれば聞けんのかなっていう気はします。はい、はい、でカセットデッキの部分なんですけれど、まあイジェクトボタンを押しますと、まあ、非常にゆっくりですがフロントドアこう滑らかに開く感じのタイプですね。多分まあこれはちょっとこう何回かこうやってやれば滑らかに開くんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。まあ再生できるかどうかちょっと電源つないでみないと分かんないんで後で調べますけど、それからこちらの
ラジオの部分ですね、はい、これがまあチューニングになってまして、FM は一応 90MHz 帯まであるので、多分はあのワイド FM も聞けるんじゃないかなと思います。はい、あとはまあこの辺に、音量とか音質とかバランスとかのつまみがあります。でちょっとまたカセットデッキの方に戻りますけど、一応このテープデッキはクロムとかメタルのテープにも対応しているようですね。で、テーププログラムのセレクター、まあ、曲飛ばしもできるようです。じゃあひとまず電源つないでみて、電源入るかどうかと、まあ、その後動作チェックしてみたいと思います。まずはあの電源ケーブルの方をつないでみたいと思います。電源プラグつなごうと思ったらですね、先端が見事に曲がっております。はい、よっと、まあ、まだ若干曲がってますけど、まあ大丈夫でしょう。はい、じゃあ電源プラグつないだんで、電源入れてみたいと思います。電源はこちらにあるボタンですね。じゃあポチッと、どうでしょう。はい、すいません、ですね、何のことはない、コンセントの横のスイッチを入れ忘れてただけでした。電源はこれで、入ってますね。はい、こちらのテーププログラムセレクターとかこのテープの種類のLED がね今光ってると思います。であとちょっと分かりづらいですが、このチューニングのところにも豆球がついてます。はい、じゃあ一旦これで、動作するかどうか、まずはカセットテープからやってみたいと思います。じゃあこれにスピーカーつけてちょっとやってみたいと思います。まあナショナルのオーディオなんでね、まあ純正のナショナルのスピーカーがあれば格好がつくんでしょうけど、まあ仕方ないんで、はい、パイオニアのスピーカーです。はい、じゃあテープデッキのちょっとテストをしてみたいと思います。じゃあまずカセットを入れてと、まあ、今回も YouTube のオーディオライブラリーですね。はい、じゃあ再生をしてみましょう。はい、テープもうやっぱりガリはひどいです。一応音は出てるんですけど、左チャンネルしか出てない感じです。右からはちょっと雑音がザーッと出てるだけですね。はい、左チャンネルからしか音が出ない上に、まあテープの回転数はちょっと不安定だろうと思います。はい、なので、多分コンベルトで駆動してるんでしょうから、ちょっとそれが伸びちゃってる感じでしょうかね。はい、で、早送りと巻き戻しは OK なんで、一曲飛ばしやってみたいと思います。こちらですね。
曲飛ばしも一応大丈夫です。まあテープの回転数は相変わらず、まあ、不安定ではあるんですが、はい、はい、というわけで、選曲の LED はちゃんと点灯しますね。はい、1曲に戻ってちょっと暗くなって明るくなるように言いますけど、はい、今テープのセレクトLED もちゃんと点灯しますし、テープカウンターも綺麗に回ってます。はい。で、バランスが崩れてるのかと思えば、まあ、これバランスを、まあ、こっちにやれば左に、こっちにやれば右に行きますけど、完全に右に振り切ってみたらば、やっぱりこっちの音が消えて、まあ、こっちの音が出ないということなんで、左チャンネルの音がちょっと出ない状態ですね。はい。じゃあ次ラジオ行ってみたいと思います。ただアンテナつながってないんで、音入んないかもなんですが、一応やってみましょう。はい、一応ここに入りますと、ここに LED が点灯するんですけれども、まあ、ちょっと曲とか流れちゃうとあれなんで、そこはちょっと伏せたいと思いますけど、一応入るかどうかだけチェックしてみたいと思います。はい、一応FM 入ることは入って、でしかもこっちからも音が聞こえてるんで、もしかするとさっきカセットデッキで、右から音が出なかったのは、ちょっとこのデッキ側の方に問題があるんじゃないかなと思いますね。はい、で、ラジオなんですけど、チューニングをこうやっていきますと、この辺から、82MHz のちょっと上あたりからこう右に行かなくなっちゃってますね、これね。はい、ワイド FM 消えるかどうかちょっと確認したかったんですけど、ちょっとそっちの方までこれがチューニングがいかないですね。なんか中でちょっとおかしくなっちゃってるのか、ベルトがおかしいなことになってるのかちょっと分かりませんが、こっから右に行かなくなってます。はい、これじゃちょっと分からないですね。一応ラジオは聞けるようです。はい、じゃあ最後にですね、レコードプレイヤー動くかどうかちょっと見てみたいと思います。電源開けまして、はい、一応モーターが回っているような音はするんですが、こう針ちょっと持ち上げてこうレコードの方に持ってきてもターンテーブルが回らないんで、まあ、おそらく中のゴムベルトダメになっちゃってるのかなと思います。はい、ということは、ね、まあ、レコードもちょっと聞けない状態ですね。はい、はい、というわけでナショナルの S70N の動作確認をやってみました。まあ値段相応というよりはちょっともうちょっとヒットの程度が悪かった感じはするんですけども、まとめますと、カセットは一応音は出るけどミニチャンネルが出ない、でラジオも聞けるっちゃ聞けるけどチューニングが途中までしか動かない、で、両方出るかと思えばやっぱりミニチャンネルが出ない、でレコードはまずターンテーブルが回らないということで、まあ、いずれ、直す修理の方の動画も作りたいと思います。はい、
というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。あ、これがまあ参考になったかどうか分かりませんが、よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画から他の動画もよろしければ見ていってください。それでは別の動画でまたお会いしましょう。